はいどうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、くもみ温泉という温泉場所に来ております。概要欄に前半の URL 貼ってありますので、まずそちらをご覧いただいた方がいいかもしれないですね。そちらをご覧いただいた後にこちらに来ていただけたら。今からですね、今くもみ温泉のこうしばらく歩いて、人がいるな、ちょっと観光というか散策した後に宿に向かう途中ですね。この海がね、綺麗なんですよ。見てください、これほら海がほんと綺麗で、では向かいます。雰囲気。ただですね、こちらに洗面とトイレございますので十分です。で、こっちは、あー、こういう感じですね。なるほどね、使うかな、というようなして温泉入りに行きますかね。では温泉入ってきます。なんか緊張しますよね、民宿ってこういう雰囲気ですね。源泉かけ流しの貸し切りでございます。まあ、露天じゃないんでね、すぐにのぼせてしまうかと思いますけれども、入ります。これ上から撮るとね、湯気でね、曇っちゃうんで、楽しみー。はい、入ってきました。気持ちよかった。海が近いせいかわからないんですけど、温泉塩分が入ってましたね。塩の味がしました。結構30分ぐらい入っちゃいましたね。で、この後は少しゆっくりして、もう民宿はご飯の時間が早いので、部屋食なので、ご飯の時間までゆっくりします。仮眠取る時間ないかな。ちなみに今回の足の光り方は、ちょっと分かりづらいですね。来ました、ご飯。これが民宿のいいところですよね。民宿料理、漁師飯っていうのかな。見てください。まぁ、ちょっとね、すれ違い多少ありましたけど、サービスで中足ガニつけてくれました。これだけでも多分相当高いよね。そして船盛りの刺身、うわー、やばい。いただきまーす。静岡のビールを買ったので初開けたらいただきます。おぉ、跳ねた。よいしょ。いやー、ほんとね、民宿はすごいゆっくりしてるっていうイメージありますね。実際することがないっていうのもあるんですけどね。泡引かないかな。じゃあいただきまーす。うまにつけ、あんまり食べないけど美味しい。刺身
醤油の味に頼っちゃってますけどね、わさびと。甘い。ヒントが合いませんが、あ、ピント当たった。今年20日に、もう今年も終わりますけどね。いただきます。うん、美味しい。この後タカアシガニが待っております。はい、タカアシガニでございます。でかい。初めて食い、初めてか分かんないな。いただきます。ボリューム、うん。いや、海鮮ももちろん美味しいんですけど、何が一番うまいかってね、米が本当に美味しい。米が進む。海鮮よりも米が進んでってる今。ごちそうさまでした。あとは日本酒でこのね、余った刺身を食べながらゆっくり過ごします。ちなみにね、まだ午後7時なんですよ。本当に宿泊ゆっくりできますね。いただきます。あー、甘口だね。ご飯も食べ終わりまして、今ゆっくりしております。で、やはり恒例の雨が降りました。おめでとうございます。やはり私どものね、旅には雨は必須ですからね。よかった、外に出てる間に雨降らないで。はい、もうね、日本酒も飲んじゃって結構飲んでるんですけど、これで3本目ですね。ちなみにまだ8時前です。ですけども、う11時ぐらいの雰囲気ありますね。これどうしようかな。もうこれともう1本飲んだらおしまいなんですよ。なのであれかな、もうお休みか。これもしかして先に言っておきますか。おやすみなさーい。すいません、はい、ちょっと声量下げてもらっていいですか。声量下げてもらっていいですか。少し静かにしてもらっていいですか。少し少し音下げてもらっていいですか。すいません、はい、わかりました、ごめんなさい。朝6時半です。私はなぜか朝の5時半に起きてしまいました。そして昨夜ですね、0時過ぎくらいに初めてこの出来事を経験しまして、団体さんがうるさくて眠れないという初めての経験しました。もうかれこれ旅行何年も行ってますけど、こんなにうるさくて眠れないっていうのは初めて起きてしまいましたね。
らラッキーですね。では行ってきます。お風呂入ってきました。気持ちよかった。やはり朝風呂に限りますな。この後は朝食だ、楽しみだ。朝食来ました。いただきます。カニ汁うまそう。ごちそうさまでした。うまかった。あとはもうチェックアウトするだけなので、この辺で一旦失礼しようかなと思っております。この後は伊東に宿もう一泊取ってますんで、そちらもまた楽しもうかなと思っております。洋子宿おすすめですね。温泉に泊まりつつ一泊二食で、美味しい海鮮が食べれる。そして雰囲気最高ですね。民宿のいろいろトラブルもね多少ありましたけれども、これもまた一つのいい思い出ですね。じゃあこの辺で一旦失礼させていただきます。でまた伊東の旅でお会いしましょう。ぜひよかったらチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。ではまたバイバイ。びっくりしたびっくりしたよ。おさるさん、どうやって下ろそう。ゆっくり走るか。